今日はですね、これから出雲の方まで行ってまいります。はい、年末年始、いろいろ旅に出るんですけども、今年は、出雲ということで、安来節とあと、出雲の国の生誕地に行ってまいります。はい、今年は JAL で行きます。ちなみに朝の7時10分初のフライトです。はい、頑張っていきます。ということで、出雲縁結び空港ですねに着きました。ありがとうございます。はい、ということで、これから、バスに乗ってですね、松江の方まで行ってですね、とかあと出雲、明日は出雲大社行ってみたいと思います。はい、ということで、安来節の安来駅に来ました。はい、電車で30分ぐらいですかね、松江から行ってきました。はい、ここから徒歩歩いて10分ぐらいかな。一応ですね、何かのさすがですけど、ここにこういう感じで、はい、安来節でいろんな銅像がいっぱいあります。はい、こんな感じです。行ってあります。なんか出雲から、まずバスで松江まで出てですね、そこから電車で来た形になります。はい、もうほとんどあれですね、なんか鳥取とかが隣接するのがこの松江とかですね、安来みたいです。安来はやや南の方に来るみたいですけども、はい、まあ、そういった位置になってます。ではこれから歩いていきます。はい、安来公園に来ました。はい、安来公園の、今下の方にいます。この上に、火はあるそうなんですけども、ここには、歌い手さんですかね、あの渡辺お糸さんの火があります。はい、明治時代から大正昭和にかけて、安来節を広めたとても歴史に残る、方だそうです。はい、じゃあこれから上の方まで行ってまいります。はい、上の方まで参りました。あれが火みたいなので行ってみたいと思います。いやー、これ結構ですね、急な坂で本当驚きました。割と、なんだろうな、どこの坂に近いだろうな、東京だと、あ、でもなんかガジュメンの行く時のすごい坂を思い出しました。はい、それでここが樹皮になります。はい、あ、書いてありますね、経緯が書いてありますね。幕末から明治にかけてですよね、作られてっていう感じですね。はい、さっきのお糸さんが特にその明治後半から大正にかけてレコードに引き込んだりとかして広めたというのも、さっき下の方に書いてありました。すごいですね、さすがに。ここに書いてありました、安来節記念碑。はい、こんな感じであります。もともとは、踊りとかも土壌すくい有名なんですけども、なんか土壌を捕まえて、それを宴会でこう土壌を食べながらですね、もてなしでちょっと酔っ払った時に余興でその取る様を踊ってみたら非常に受けたと、書いてありました。結構あれですね、おけさ、佐渡おけさとか、あと追分け節が入り混じった中で、できたのがこの安来節なんじゃないかと、言われております。はい、ということで記念碑でした。
はい、ということでですね、安木節屋さんのところに、これからお邪魔します。なんか踊りも体験できるみたいで、はい、道場が隣に併設されてます。はい、足立美術館というところが近くに、ありまして、駅から、だいたい8キロぐらいですかね。徒歩で来ようと思ったんですけども、バスがなかったもので徒歩で来ようと思ったんですけど、途中で挫折してバスで、参りました。はい、バスがおすすめです。はい、ということで、入ってみたいと思います。かぶって腕組みをしてちょっと腰落とします。はい、上級者用でちょっとパフォーマンス